はい、すぐれもん自動車用品の久世です。いつもご視聴いただきありがとうございます。たくさんのですね、コメントをいただきまして感謝申し上げます。はい、以前の動画でですね、磨き作業には、お風呂のルック、磨き洗いが最適ですと教えていただきました。ありがとうございます。お風呂のルック磨き洗いで検索しましたところ、 Amazon の評価にたどり着きました。評価の一部に、ヘッドライトの黄ばみ落としの秘密兵器、めちゃめちゃ磨きやすくて綺麗になるとの5つ星評価がありました。はい、今回はですね、20年前のトヨタクラウンマジェスタのヘッドライトを磨きます。全体的に黄色く変色しており、曇っています。年数がですね、経っている割には症状が軽く、よくある平均的な黄ばみです。はい、もう一つはですね、トヨタハリアのリアスポイラー、カラーナンバー202、ソリッドブラックです。ライオンお風呂のルック磨き洗いは、商品説明にミクロ研磨剤が、浴室、洗面台周りの頑固な水垢、黒ずみをすっきり落とす、プラスチックにも OK となっています。使えないものに、塗装面と書いてあります。本来はですね、塗装には使いませんが、手磨きと、ポリッシャー磨きで試してみます。はい、まずはですね、ヘッドライト磨きからです。比較のためにですね、テープを貼って片側を磨きます。手磨きに使うスポンジは、ポリッシャー仕上げ用バフと同じ材質の、目の細かい磨き傷のつきにくいスポンジを使います。スポンジが少し潰れるくらい力を入れて押し付けながら磨きました。2回目磨きます。はい、正面とですね、比べると横の部分は黄ばみが薄いので1回だけ磨きます。はい、ほぼですね、黄ばみは取れました。もう少しですね、クリアになると思いますので、もう一度磨きます。透明度が高くなり、クリアになりました。はい、参考にですね、ヘッドライトを分解してレンズの裏側が汚れていないのか検証してみましょう。
マイクロファイバークロスでレンズ裏側を拭きます。ホコリや汚れはついていないようです。はい、次はですね、塗装面です。まずはですね、塗装表面の細かい傷を取り去る目的で、3M の超微粒子コンパウンド、ハード 2L で磨きます。はい、ほぼですね、表面の浅い傷は取れました。準備ができました。スポンジが少し潰れるくらい力を入れて押し付けながら磨きました。動画ではですね、左側の磨いたところが白く曇って見えますが、肉眼で見るとですね、大して曇っていません。はい、次はポリッシャー磨きです。滑りが悪く非常に磨きにくいです。抵抗感があります。はっきりとわかる磨き傷がつきました。白く曇っています。はい、今回はですね、使用用途以外の塗装面に、無理やり使用した結果です。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。